8月26日金曜日、羽村市在住の中学3年生島田芽衣さんが小倉百人一首競技かるた中学生選手権大会に出場し、見事優勝を収め市長を表敬訪問しました。団体戦では東京都選抜メンバーで主将として出場し準優勝を収め、湯島天満宮三周殿で行われた個人戦では優勝を収めました。個人戦だと準決勝の試合が2枚差ですごくギリギリで勝って、でなんか結構途中までずっと負けてたんですけど、最後攻め切ることができて、相手陣の一番奥の枝を攻めて勝てたので、そこはすごく勝ててよかったなって思います。小学校2年生の時になんかアニメのちはやふるを見て、でなんかそれですごく百人一首に興味を持って、で9月の時に父にそのあきる野のかるた会の方に連れてってもらってから、かるたを始めるようになりました。最初の頃はやっぱり相手陣からすごい早く、相手より早く札取れることとか、なんか相手が動いてない時に札取れたりするとすごく楽しくてやってたんですけど、なんかだんだんその大会とかたくさん出ていくにつれて、地方の方にも友達ができたりして、いろんな東京以外でも友達がすごくたくさんできるのがいいところかなって思います。かるただとやっぱり一番上の級の A級になることなんですけど、その後はなんかそれ以上にもっと強くなっていくっていうよりかは、そのさっきも言ったようになんか地方の友達と仲良くなれることが魅力だと思っているので、なんかそういうのをもっとカルタをもっとたくさんの人にやってもらって、なんかそのカルタ以外でも協力できる仲間を作れる場になんかカルタがなればいいのかなって思っているので、そういうのを手助けできるようなことができたらいいなって思ってます。